じゃあハーフ下から肩がとなります。で普通に組んだ状態で二重絡みでこう来て、はい、グッと押し出して、で手をグッとこっちに流して、今度こう肩がで、もう一回足をグッと引っ張った状態で足外して、こっちの足で蹴り上げて、